フランツフォンパーペント、教皇ピウス十二世。ピウス十二世は、ローマ教皇、第二百六十代ローマ教皇。本名は、エウジェニオ・マリア・ジュゼッペ・ジョバンニ・パチェリ。第二次世界大戦前後という未曾有の混乱な時代に、教皇庁の外交担当や教皇を務め、その間の対応には、批判的な評価もある。ピオ十二世とも表記される。ローマで、黒い貴族の家系に生まれる。パチェリ家は、 教皇両政府で養殖を代々占めた名門であり、祖父、マルカントニオは副内務大臣を務め、バチカンの日刊誌、オッセルバトーレ・ロマーノの総監に関わった。父も教皇庁の顧問弁護士であった上に、おじは、レオ12世の財政顧問だった。パチェッリは1899年4月に、被災除解され、ピエトロがスパリスウキ教の下で働いた後、 バイマル共和制限ドイツのバイエルン州や中央政府に対する強行施設を務めた。1917年にピウス11世によって数気教に挙げられるとすぐ数気教国務長官の地位についた外交分野で活躍し、プロイセイやオーストリア、ドイツ諸法との政教条約締結に大きな貢献をし、ヨーロッパやアメリカ合衆国を頻繁に訪問した。また、 第一次世界大戦の終戦時には、ベネディクトゥス15世の意を受けて、平和工作を行っている。その中で、1933年7月20日に、パチェッリの主導で、教皇庁が、アドルフ・ヒトラー率いるナチス党政権下のドイツと結んだ、ライヒスコンコルダートは、ナチス党政権下のドイツに、お墨付きを与えたものとして、後に大きな批判を招くことになる。ただし、 条約の加工省自体は大半が共和制時代に行われており、この条約は現在でも有効とされている。しかし、1920年から1930年代にかけて、教皇庁が多くの国々と政教条約を結んだのは、19世紀以降、断絶していた国家と教会の関係の正常化を図り、各国のカトリック神徒を保護し、 カトリック学校や施設を政府の迫害から守るためだったとされる。しかしナチスは、政教条約を無視して、カトリックへの圧迫を続け、ピウス11世が、会直、ミット・ブレネンダー・ゾルゲにおいて、ナチス体制を批判することとなった。パチェッリは、ミハエル・フォン・ファウル・ハーバースー・キ教に、草案作成を依頼し、その後修正を行っている、第二次世界大戦下のバチカン及び、 ピウス十二世と反ナチ運動も参照欧州大戦の危機迫る1939年3月2日、パチェ・リは教皇に選出され、ピウス十二世を名乗った。戦争が始まると、第一次世界大戦時のベネディクトゥス十五世のやり方に習って、バチカンは不変を主張した。しかし、バチカンがナチスドイツのユダヤ人迫害に対してはっきりと非難しなかったことは、 戦後激しく批判されることになる。一方で、ナチス政権下で行われた障害者安楽死政策、T4 作戦には、自然道徳律に反し、また、神の掟にも反するからであると、たびたび非難を行っている、ナチスやユダヤ人迫害への対応。編集、ピュース12世とホロコーストも参照バチカンの、戦争中のユダヤ人への対応については、賛否両論がある。賛同者は、 ピウス12世は積極的にユダヤ人を保護していたという。実際、イタリアの降伏に伴って、ドイツ軍がローマを占領すると、多くのユダヤ人がバチカンでかくまわれ、バチカンの市民権を得ることができた。これによって戦後、イスラエル政府は諸国民の中の正義の人称をピウス12世に送っている。ヒトラーもカトリック教会やピウス12世を心よく思っていなかった。 イタリアの降伏後、ヒトラーは、ピウス十二世の拉致を計画したが、イタリアに侵中していた、新衛隊大将、カール・ボルフは、悪影響が大きすぎるとして実行しなかった。ピウス十二世は1950年の大制年に、当たり、聖母マリアがその人生の終わりに、肉体と霊魂を伴って天国に挙げられたという、聖母の非焦点を正式に協議として宣言。これにより、 20世紀に入ってから深火受けを行使した唯一の教皇となった。宇宙はビッグバンから生じたという考えが世の中に広がり始めた頃、ピウス12世はビッグバン理論が創世紀の記述を裏付けているとする公式声明を発表した。ビッグバン理論の提唱者にしてカトリックの修道士でもあったジョルジュリメートルは教皇の姿勢に大きな危惧を覚え教皇の科学顧問に連絡を取り、 科学と信仰をこのような形で混同しないよう懸命に教皇庁を説得した。その結果ピウス12世は納得し、二度とこの件については触れなかったという。晩年は健康状態が悪化し、1958年10月6日に脳の発作で倒れ、10月8日にも再び発作が起こり、帰得となった。そして10月9日午前3時52分にこの世を去った。 ヨハネ・パウロ2世の時代に入ると、劣勢調査が進められ、成人へのステップである尊者に2009年12月、内定したが、批判もある。没後、その数奇な障害が様々な角度から取り上げられている。批判者によれば、度重なる要請があったにもかかわらず一貫して、沈黙を通したユダヤ人の抹殺を感化する代わりに、バチカンが、はっきりとユダヤ人迫害を非難すれば、 ドイツも決して思い通りにはできなかったと指摘する。批判的な立場から、ナチス党政権下のドイツと強皇庁の関係を描いた作品として、ロルフ・ホーホフートの儀曲、神の代理人があり、コスタガ・ブラス監督によって、ホロコースト、アドルフ・ヒトラーの先例マイナスというタイトルで映画化されている。日本では、大沢武雄が批判的な立場に立った著作。 ローマ教皇とナチスにおいて、ピウス12世が、ナチス統政権下のドイツのユダヤ人迫害を、はっきりと批判しなかった理由として、を挙げている。ただし、ローマ教皇とナチスの大半は、アメリカのジャーナリスト、ジョン・コーンウェルの著作ヒトラーの教皇を無検証に引き打ちした粗雑な取材に、基づいており、研究者の間では一級資料とは見なされていない。 ナショナルジオグラフィックが2016年に制作したテレビ番組ヒトラーの強行闇の真実ではピウス12世が第二次世界大戦の開戦前からドイツ国内にいる反ナチス派の政治家やドイツ国防軍将官らへ密かに連絡を取りヒトラー暗殺計画などに指示を与えていたナチスを公然と非難しなかったのはヒトラーを怒らせて より残虐な行為を招きかねない刺激を避けたため引く、タイトする、取材、研究結果に基づく再現ドラマを放映した。HBO が2016年に制作した、テレビドラマ、ヤング・ポープの主人公の名前は、ピウス13世であり、12世を意識した名前になっている。いずれにせよ、戦後、批判的な評価にさらされていたものが、世紀が変わった後、 その評価も変わりつつあると言える。塩崎博明 1968pp90。塩崎博明 1968pp99。川島幸夫 &2012 から03。p75 から76。泉氷の女2003。p302。泉兵の女2003。p283。宮野明。ナチスドイツの安楽死思想ヒトラーの安楽死計画。 法学論集第四巻、鹿児島大学、1968年、119から151ページ、ネイド400億347万6739、C ロベリ、すごい物理学講義、河出文庫、2019年、P263、ヒトラーの強行闇の真実番組紹介。ナショナルジオグラフィックチャンネルホームページ。 2017年4月24日閲覧ポープ VS ヒトラー作品紹介インターネットムービーデータベース2017年4月24日閲覧ザヤングポープ作品紹介インターネットムービーデータベース2019年7月28日閲覧ありがとうございます